キャスパー、ジョージ・カール・リー・ニャ王と、カスパー・カール・ゲオルク・ラインバルトは、ドイツ生まれのオランダの博物学者、植物学者である。ドイツのリュットリングハウゼンに生まれた。生まれた後すぐ、家族は、レネップに移った。父親が死ぬと、兄は、アムステルダムで薬局を営む親類のもとに送られ、ラインバルトも薬剤師の見習いとなった。この間、科学者と知り合い、 アテナイ音楽園で解剖学と植物学の講義を受けた。科学、薬学、植物学の知識によって1800年にハルデルウェーク大学の博物学の教授となった。その後、アテナイ音楽園などを歴任し、植民地の農業や科学技術を管理する委員会のメンバーとなることを依頼された。ジャワ島へ赴も1816年にバタビアに到着した。 6年間にわたって様々な仕事を行い、現地の学校や医療、植物栽培を改善した。現地の植物を研究し、外来種との交配の試験を行った。最終的にビューイテンゾワグに植物園を作ることを計画し、1817年にオランダ政府の承認を得て、ボゴール植物園の最初の園長となった。何度か植物採集の探検を行い、 採集された植物はライデに薬草園に送られた。小石の研究も計画するが、政府はこれを認めなかった。1817年にジャワ島東部の探検を行い、博物学標本を集めるが、オランダへ運ぶ途中で船の難破で失われた。1818 18年に噴火中のグルン火山に登頂し、観察結果を残した。 1818 18年から1819年に主要なコレクションがヨーロッパに送られた。ライデン大学のブルグマンスが没した後、ライデン大学の植物学、博物学、科学の教授として招かれたが1821年まで東、インドに泊まり、チモールやモルッカ、スラワジの探検を行った。1822年末にオランダに戻り、1823年に、 ライデン大学の教授に就任し、ライデン薬草園の園長にもなった。1831年に、ライデン薬草園で栽培された植物のカタログを出版し、5800種が記載されたが、ラインバルトが園長を務める前の1822年に、比べて600種近くが増加した。これは、フィリップ・フランツ・ホンシー・ボルトによって、極東の植物によるものである。リーニャは、は、 植物の学名で命名者を示す場合に、カスパーカールゲオルクラインバルトを示すのに使われる。ありがとうございます。